はい、本日パシフィコ横浜で行われる、MJ スプリング2日目、今回も、約2000人の参加者がいらっしゃいまして、その中でも、パーフェクト選手も、参加されておりますので、選手の紹介をしていきたいと思います。まず1人目はこの方、自己紹介お願いします。お疲れ様です、トリニダード所属、山本冬樹です。カンパニラというお店を経営させていただいて、横浜の大会はほとんど出ています。よろしくお願いします。山本プロ、カンパニラのお店の場所とか、お店の紹介などぜひ。 ありがとうございます、経営するカンパニラ、川崎駅、徒歩10分ぐらいのところにありまして、すごい小さなお店なんですけれども、みんなで仲良く、ダーツの楽しさの本質みたいなところを追求するようなお店をやらせていただいてます。山本プロはですね、2012年にデビューして、今年、こちらトリニダードの見事フィールドテイサーとなりましたので、これからの期待、これからの活躍をぜひ皆さん期待してください。じゃあ最後に今日の意気込みをどうぞ。そうですね、今日お客さんと一緒にちょっとレンジマックスじゃないんですけど、エンジョイダーツ、そして結果も求めるような形で楽しくダーツやれたらなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。山本キークプロでした。ありがとうございます。はい、パシフィコ横浜で行われる MJ スプリング2日目、多くの参加者の中で、パーフェクト選手2人目はこの方です。自己紹介どうぞ。おはようございます、 DMC の篠真澄です。どうも。女選手、昨日も大活躍で、今日は、レンジはどちらの方に。レンジ1の方でやらせてもらってます。じゃあせっかくですからお店の紹介などどうぞお願いします。なるほど、東京荒川区のカフェバンブーというお店で、今もホームでずっとやらせていただいてます。まあ、小さいお店でナットホームなお店なんですけど、もし、ね、お時間ある方は遊びに来てください。よろしくお願いします。もう説明することもない、もう皆さんご存知、篠真澄プロ。ぜひですね、最後に今日の意気込みをどうぞ。はい、ちょっとですね、今日のペアの方がだいぶ有名な方なので、アンタッチャブルの柴田さんと組ませていただいて、普段ない緊張感の中やらせていただいてます。さらに強くなれるんじゃないかと頑張ります。篠真澄プロでした。ありがとうございます。はい、パシフィコ横浜で行われる MJ スプリング2日目、多くのプロ選手の中から、3人目はこの方です。自己紹介どうぞ。と西俣太陽、23歳です。こんにちは。西俣プロはですね、今年、パーフェクトのプロ資格を取りまして、現在なんと新人ランキング1位と、今見事な成績を収めてますので、このままぜひですね、年間の新人王を狙っていただきたいと思います。普段のお店の紹介などどうぞ。はい、普段は、まあ、この東京ダーツスタジアムの池袋店で働いておりまして、で夜は大塚のバーラプティバルでプレイヤーをやらせていただいております。これからパーフェクトを担う若い世代、ぜひですね、皆さん対戦しにこちらの東京ダーツスタジアムと、もう一つの大塚のラプティバルへ、ぜひ皆さんお越しください。では最後に今日の大会の意気込みをどうぞ。はい、パーフェクトに、まあ、次の仙台に向けてこの MJ でも、まあ、しっかり実力をね、試す意味でも今日もしっかり勝っていきたいと思います。頑張ります。西俣太陽プロでした。ありがとうございます。はい、パシフィコ横浜で行われる MJ スプリング2日目、4人目のパーフェクト選手はこの方です。自己紹介どうぞ。堀川大輔です。よろしくお願いします。堀川プロ、じゃあ普段のお店の紹介などぜひお願いします。はい、ありがとうございます。普段は中野坂上のこちらモカボーイでスタッフやっております。よろしくお願いします。堀川プロはですね、パーフェクトプロを取ってもう3年になるんですけど、昨年度はちょっと自分の実力アップのために1年間費やしまして、今年この1年にかけておりますので、皆さんぜひ応援をお願いします。じゃあ最後に今日の意気込みと面白いことをお願いします。なんと初戦、今野秋夫プロ、石川由紀子プロにスト負けしたんですけれども、ちょっと次は頑張って勝ちたいと思います。次は石川由紀子プロです。失礼しました。堀川大輔プロでした。ありがとうございます。
じゃあ一緒にやる。足添えてるだけです。足添えてるだけ。パシフィコが行われる MJ スプリング2日目、5人目のパーフェクトプロはこの方です。自己紹介どうぞ。はい、ウータンです。え、一人？一人。ウータンです。はい、ウータンこそ石川一子プロです。じゃあ、せっかくなんで今日お店の紹介などどうぞ。上野御徒町の末広町のトンパチと森下のトンパチのスタッフのウータンです。よろしくお願いします。そんなウータン、今日の試合の感じはどうでしょうか。あ、今1回戦目スト勝ちしたんで、1回戦目すごい調子がよく、はい、楽しいですダーツが。石川プロですね、皆さんご存知、昨年の2014年最終戦で見事初優勝を飾りまして、今年もぜひ活躍を皆さん期待してください。じゃ最後に今日の意気込みをお願いします。今日は優勝を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、石川一子プロでした。ありがとうございます。はい、パシフィコ横浜で行われる MJ スプリング2日目、6人目のパーフェクトプロはこの方です。どうぞ。イエーイ。あーたんです。違う。こんな今日です。皆さんご存知、アーシでおなじみこんな今日プロです。今日のダーツの調子はいかがでしょうか。まだ1回しか投げてないか分かりません。うーたんが全部やってくれる。じゃあせっかくなので、じゃあお店の紹介の方どうぞ。清澄白河っていう駅のワイズっていうお店にいます。ナチュナルラインとか L スタイルからと同じ系列なので、ぜひ遊びに来てください。はい、ぜひですね、今年の年間女王候補本田君と戦い方、こちらワイズへお越しくださいますようお願いします。じゃ最後ですね、今日の意気込みプラスこれからパーフェクトに向けて一言お願いします。今日はウータンに任せます。パーフェクトは自力で頑張ります。今度はアイコプロでした。ありがとうございます。この人勝った。はい、パシフィコ横浜で行われる MJ スプリング2日目、8人目のパーフェクトプロはこの方です。アルティマダートの小野寺です。よろしくお願いします。小野寺プロ、今日の調子はいかがでしょうか。いつもと変わりません。絶好調です。はい、そのオードプロ、いつもはどちらのお店で。まず四つ街道市、千葉県四つ街道市のブルーズブラック、それから千葉市の、キャノンボール津賀店ですね、そちらの方で練習してます。ぜひですね、オードプロと戦い方はそちらのお店の方にぜひ行ってみるようお願いします。じゃ最後で今日の意気込みをお願いします。今日は、一投一投、魂込めて投げたいと思います。以上です。オーダー友和プロでした。ありがとうございます。